いやお疲れ様ですまた怖いことが書いてますよあの一番下の方を見てください近い将来日本人は80歳90歳まで働くことになるだろうと考えていますとこんな恐ろしいこと考えるなんてこうならないようにどうするかってことを考えるのが政治の役割じゃないかねえ何もしなければそれはこういうことになっちゃいますよしかも近い将来の8090って誰だってことですよ今の50歳60歳に向けてのこれメッセージでしょ 50歳、60歳があと20年したら80歳、90歳になっちゃうじゃないか。近い将来ってのはそれのことでしょ。うん、だから今80歳、90歳を生きてる人が近い将来そうなるってことじゃなくて、今80、90の人はそうならないわけですよ。まあ中にはなる人もいてね、本当に気の毒だと思いますけども。いやでもね、うーん。 なんとか高い学歴を持った人も中にはいるはずですよそして悔しい思いをしてねここまでたどり着いた50代60代の人いると思うんですよこれからもっと悪くなるの <laughs> うん何やってんだよって話ですよねどこかで学び直しの期間が12回必要なのは間違いないっていやあの学び直しってまあそれも必要かもしれないけどもうすでに5060代ね学び直ししなくてもいいようなルートを作ってくれないと。 うん、もちろん学びたい人はね、そのまんま学んでいただければいいけども、いや、はっきり言って意欲なくなってくるよ。ここまで来たら。しかも、今まで滅多打ちにされてきて、何をやっても、何を学んでも、何を身につけても、何を経験しても、それが役に立たないってことを思い知らされた世代じゃないですか。で、年金もせっかく受け取ろうかなと思ったら、引き上げるべきだというふうなね。こういう人はね、年金がもらえなくても全然困らない人がこんなコメントを書いてるわけですよ。どしがたいと。このことだ、ね。 conto